ケプラー30とは、地球からこと座の方向に約4600光年、離れたところにある G 型多種系列性である。ケプラー30は、質量が太陽の0.99倍、半径が太陽の0.95倍である。表面温度は5498系と太陽より、やや冷たい。見た目の明るさは15等級と暗いため、観測するには望遠鏡が必要となる。 2011年、NASA が打ち上げた、ケプラー宇宙望遠鏡により、ケプラー323つの太陽系外惑星が発見された。ケプラー32、最も近いケヘプラー30ビットは、地球の11.3倍の質量と、地球の3.9倍の半径を持つ。この数値からケプラー30ビットは、海洋性サイズのガス惑星とされている。ケプラー 30C は、 木星の2倍の質量と木星の1.12倍の半径を持つ巨大ガス惑星とされている。ケプラー30から最も遠い軌道を交点している。ケプラー 30D も地球の23倍の質量と地球の8.8倍の半径を持つ巨大ガス惑星とされている。半径に対して質量がかなり小さいため、密度は 190kg ラム毎立方メートルと非常に小さい。 これらの惑星は史上初めて見つかった高天面がほぼ揃った系外惑星系として知られている。太陽系のような高天面が揃った惑星系は珍しく、ケプラー30の惑星系が発見されるまでに知られていた惑星系はほとんどが十数度以上傾いたものだった。この発見はその当時発見が相次いでいた。 ホットジュピターと呼ばれるタイプの太陽系外惑星の形成過程をうまく説明できるとして注目された。ホットジュピターとは恒星からわずか数百万キロメートルの距離を交点している巨大ガス惑星のことである。ホットジュピターは非常に傾いた軌道を持つことが多い。これは誕生して間もない不安定な頃の惑星系で数個の巨大惑星が集まり他の惑星を 外周や内周へ吹き飛ばしたためと考えられる。恒星から十分離れたところにある惑星系が太陽系のような揃った軌道であることを示せば、この説の信頼性がより増すことになる。ありがとうございます。